へえ、こいつか。うん。上等な精気の匂いがする。顔も。うん、悪くね。次のターゲットはこいつで決まりだ。うん、あれ、困ったな。君もこの香りに誘われてきたの？ちまたお前かよ。出てけ。それはこっちのセリフだよ。またターゲット一緒になっちゃったんだ。君の食事の仕方って乱暴で僕好きじゃないんだよね。よく言うよな。いっつも俺が女につけた傷舐めちゃ、はあはあ息荒げて追っ立ててるくせによ。違うよ。僕は女の子が僕の舌で緊張を快感に変えていく様子が好きなだけ。変な勘違いしないでくれる？お前の好みなんて聞いちゃいねえよ、気持ち悪い。言っとくが、こいつは俺が先に見つけたんだ。分かったらさっさと出てけ。先に？残念だけど、先着は僕の方だよ。昨日下見で一度この子の顔を見に来てるからね。そんなの知るか。俺はもうこいつを相手にするって決めたんだ。今さら譲れるかよ。でもそれは僕だって同じ。こんなに魅力的な人間の子食べてみたいに決まってるじゃない。魅力的な人間ね。どんだけこいつの性器が上等だろうと、所詮は人間。浅ましいゴミクズだろ。君っていっつもそうやって言うよね。僕は人間って案外いいものだと思うけどな。僕たちみたいなインマなんかよりはずーっとね。どうだか。おい女、目を開けろ。僕たちのこと見える？寝ぼけた顔してんな。さっさと起きろ。驚かせてごめんね。でも安心して、怖いことなんてしないから。僕はだけど、僕たちはインマ聞いたことあるかな？俺たちは人間の夢に入り込んで、そいつの精気を吸い取って生きる種族。端的に言えば、これからお前は俺の餌になるってことだ。精気は人間が快楽に溺れた時に一番溢れ出す。この意味わかるよね。なあ、今ずいぶん怯えた顔してるけど、心の中じゃ今すぐにでも俺たちと交わりたいって思ってんだろ。なんせその目には俺たちインマが理想の恋人の姿として映っているはずだからな。欲情しないわけがねえ。ほら、その証拠に。今お前の体はうずいたはずだ。違うか？ああ、勝手に手を出しておいで。ねえ、僕ちゃんと君が理想とする姿に見えてるでしょ？だからお願い、君の精気僕にくれないかな？君が気持ちよくなるようにたくさん愛してあげるから。
なんだよ、もう濡れてきたんじゃないか。うん。すごくいい香りがしてきた。本当なら俺たちのどっちかが別の女を探しに行くべきなんだが、この女は諦めたくない。そうだな。もちろん。ならこいつには二人分相手をしてもらうまでだな。そうだね。この際仕方ないか。お前はじっと黙って犯されろ。俺たちを満足させるために。これから舞いよ、君に会いに来るよ。君の体を抱きにね。俺がお前をぐちゃぐちゃに犯してやる。覚悟してな。僕が目いっぱい君を愛してあげる。